ディベーン、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 漫画ドカベンダイジェスト。はい、どうもザボでございます。 D 弁漫画ドカベンダイジェストのお時間でございます。今回はシャープ28、土佐丸高校対弁慶高校の一戦となります。皆さん一つよろしくお願いします。山田達也ですね、高校2年生の夏の甲子園大会の1回戦となるこのゲーム、このゲームはですね、明君高校の最大のライバル校の対決となっております。注目の一戦となりますよ。一つよろしくお願いします。このゲームが行われる前日、ドカベン山田は妹の幸子と栃木県代表の江川学院のアタルを訪ねていくんですね。でアタルは春の大会は、肩を痛めておりまして、勝利のために山田5打席連続敬遠を行ったのだと告白いたします。そしてアタル投手、未だに肩は完治しておりませんという話なんですね。でこのお見舞いの帰り際ですね、道端で山田兄弟は武蔵坊とすれ違っておりますよと。はい、さてといった形でゲームに入っていくわけでございます。土佐丸は春の甲子園大会 の準優勝校となっておりまして、非常に人気も高い、スタジアムは大観衆となっております。ではスターティングラインナップご紹介していきましょう。このゲームは先攻弁慶高校です。1番サード富樫、2番ショート牛若、3番ピッチャー吉常、4番ライト武蔵坊、5番セカンドアタカ、6番センター平泉、7番キャッチャークラマ、8番レフト白川、9番ファースト千本桜というスターティングラインナップ。高校は土佐丸です。ポジションがですね、拾えているところと拾えていないところがございます。はい、ご了承ください。拾えているところだけ、ご紹介します。1番陣代、2番天竜、3番キャッチャー犬飼武蔵、4番ピッチャー犬神、5番サード野良、6番レフトステア、7番センター犬塚、8番ライト犬王、9番ファースト木場の監督は犬飼小次郎でございますと。はい、初回先発は犬神です。山田キラーでおなじみです。今大会フォークボールに磨きをかけておりまして、そのフォークを決め球に3者連続奪三振という最高の立ち上がりを見せます。この間にですね、江川学院当たるから明君の宿に、電話がかかってまいります。武蔵坊との出会い、それから肩に触れられて、それから肩がなぜか完治したという電話でした。いわきのお母さんに、継いで当たるまで救った武蔵坊といったことがここで明かされております。はい、シーンは甲子園に戻ってまいりまして、1番陣代、ライト線を抜く長打コース、陣代二塁を狙います。ライト武蔵坊軽く投げますが、これは超強肩、これをスパーンと刺すわけですね。はい、膝ついてね、横手投げみたいなやつなんですけども、レーザービーム以上の返球ができた、そんな神がかった武蔵坊になってるんですね。回は2回表になります。注目の武蔵坊、この打席は全球見逃して三振です。さらに5回表、武蔵坊の2打席目も全球見逃して三振になってます。投手戦が続きます。7回、土佐丸、犬神、ここまでパーフェクトピッチングを展開しております。8回表、武蔵坊、ここでフォークボールをすくい上げまして、ライトスタンドへ、ホームランを放ちます。非常に豪快な一発です。チーム初安打で先制といったことで、犬神アングリしております。8回表終了時点で1対0、弁慶高校の1点のリードとなります。8回裏です。先頭は4番犬神、センター前ヒット、5番野良、バット短く持ちましてバスター、ピッチャー強襲で内野安打となります。続くステアは、サードゴロ、これがエラーでノーアウト満塁といったシーンとなります。打者は犬塚、ライトフライを放ちます。タッチアップを犬神は狙いますが、強肩武蔵坊、またもやバックホームで、そのピンチを救います。犬神はバック転でね、三塁に戻ります。はい、犬神ってすげえ超俊足なんですけど、それすらかなわないといった形なんですね。自打者犬を、こちらもライトフライ、今度も武蔵坊の強肩で犬神ホームに帰れません。2アウト満塁で打者は牙野、
義経はこれを三振に切って取りまして、弁慶高校は点を与えません。8回裏終了、1対0、弁慶高校の1点のリードは変わりません。回は9回表です。ワンアウトから、天竜がセンター前へヒットで出塁いたします。バッターは竹蔵、放った打球はライトへ、誰もがホームランと思った打球が飛んでいくわけですけども、武蔵坊の差し出したグラブ、これにスッとボールが入っていきます。棒立ちの竹蔵です。信じられないといった表情です。次のバッター犬神が空振り三振でゲームセット。超能力めいた武蔵坊の活躍が非常に不気味な弁慶高校なのでした。1対0弁慶高校の勝利となりまして、問題のですね、ゲーム弁慶高校対明君高校の一戦、次回の D 弁で取り上げたいと思いますので、ぜひご期待ください。